どうもこのまるです。きいたろです。今日はアパートメント B シャープ18の感想やっていきます。まあ今回はね BMSG シャオクルームツアーということで、もうめっちゃ面白かったね。ねえ、あのシャオクのさツアーなんて結構待ってたやつじゃなかった？うん、いやそうだね。もう自社ビル建てたって言ってさ。 え、うんね、どんな感じどんな感じみたいなさすごい気になってたもんね。えまあある程度さなんとなくコンテンツとかでさ、まあ、後ろに BMSG って書いてあるなとか、まあ、あとはもちろんそのさあのグラフィティ外のグラフィティのさやつとかも、まあ、何かしらで目にしたりしてたから、まあ、知ってる情報もあったりしたんだけどなんか改めてああやってさなんか順を追って少し見させてもらえてなんか思った以上に。 例えば日本風のテイスト入れてるとかかうんなんな日本であることをさやっぱ BE:FIRST のインタビューからさそうなんか結構意識してるんだろうなとかそういうの感じるけどやっぱ社屋からああいうのやっぱあるんだと思ってすごいなんかしっくりきたわ、うん、確かにねなんかそここだわってそうだねうんこだわってそうでもめっちゃかっこよかったあの感じ普通に障子がある感じとかわかる障子めっちゃよかったねうん ああとあのお風呂とかもさあの何ていうのオオケっていうか何ていうんだろうの本当に温泉とかに見るようなすごいさうん、うん、ねあのオケ、OK、<laughs> たら,たらい,いじゃないオケ、OK、みたいなとかそうあったりとかサウナも見せてくれたりとかね。そうなんよてかさごめんそのオケ、OK、戻るけどさオケ、OK、んとこさこないだのさうちゃんのさ ビザワのかき氷食べてた外で食べてたところのやつはこれ風呂場かなってその桶、OK、のとこだなってなんかならんかったそういやなんかね俺それ最初見た時わからんくって粉丸にねそれ言われてそう急いで竜ちゃんのビザワンのかき氷動画見に行ったんね <laughs> そうそこだったちゃんとこう照らし合わせたらやっぱそうだった照ら,し照らし合わせたらそうだってやっぱあれねあお風呂の横でかき氷食べてたんだみたいな いやそうそそそうううだよね、うん、そもそもさあのかき氷室内で作ってたところもアーティストルームみたいなところでさそのアーティストルームを開けたらお風呂だよみたいな感じだったからそうね結局あここでもいいじゃんってなったんだろうなみたいな <laughs> ねえわ <laughs> かるわ、うん、かるわかる,かるいいねだからさその自社内でさそのいろんな部屋があって完結そう映えるしコンテンツ撮りもできるしうん、うん、みたいなめっちゃいいよねうん、うん、ねえ あとあれじゃないあのサウナ結構話題になってたサウナあれも結構っと見せてもらいたくはなかったうんいやそうなこれが噂の敷地の方監修のサウナかと思って敷地の方監修が本当に全然私何のことか分からんなんだけど <laughs> とりあえず敷地っていう方のやつなんだよね、うん、あ色地っていうかその方っていうかその静岡に敷地っていうサウナがあってあ<ー>そうそう そこめっちゃ有名なのサウナでサウナで有名とかあるんだあるあるそうでそこと同じ人がやられてるみたいな感じだったね監修がああ<ー> <laughs> うんそっかすごいねごめんなんかサウナ界隈もそんななんかいろいろあるんだと思ってあ,、うん、あるよ今も超盛り上がってるからもうちょっと落ち着いてきたんかなわからんでまだ盛り上がっとるよ、うん、あそうなんすごい詳しいねすごいねああそう結構まあその,そのサウナほどいかんけど俺も結構好きだから ああなるほどねで、うん、敷地はいつか行きたいなみたいなとこなんあるあるそう行きたい行きたいあそうなんだえー、うん、おもろやばなんかさすがなんか日本ってすぐそうなんか沼みたいなのあるから怖いわと思って <laughs> 確かにねサウナとか別にさ昔からあるになんかねここ最近のさそのねすごいよね、うん、沼的な感じがうんうんそうだねねしかもなんかそこもさなんか壁かなんかにさ 木が張ってあってじゃん木の板みたいな。そうだっけ。うん。いやなんか社長がこだわって揃ってなんで張ったんですかって言ったらなんかカッコいいからみたいな言っててなんか、うん、なんかちょっとこだわりを感じたいよね<ー>そこも。あ確かにああいう木ってダメになんないんかねサウナでね。ねそうそうそうなんか強いやつなんかね。うんでもなんかさああいう結局ああいうことができるのがさその。 なんかか一番いいいっていうか効率だけを求めるだけじゃなくてさかっこいいかどうかとかそういうのって大切だからか、うん、そういうのを BMSG 大切にしてんだなって思うといいね。うんいやーそうそうそれってさシンプルだけどめちゃくちゃ大事じゃないなんかかっこいいかどうかうん、うん、だって別に木なんて張らなくたっていいじゃん実際サウナに。でも多分座ってる時にあの木があることによってさやっぱちょっとさねえやっぱかっこいいってなるからね。うんうんうん、なんかなんか形がささ結構さ木だからい 直角とか直線とかじゃないからさ見ててなんかぼーっとできたりしそうだしねそう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 いいよねえてかそもそも最初さ BMSG トレーニングの方とあのリハーサル室みたいなのあったけどさなんか結構天井も高くて思った以上にその広さ規模感結構すごくて火星だなっって思ったよねいや確かにねあの部屋って多分おそらくブリスプルのダンプラ撮ってたとこだよね うん、あんんな広いんだね、うん、本当にそうしかもランプの時はさそれビーム CG のロゴが背景だったからこっち側から映してる感じだったけど逆側見たらすごいそう天井広いし照明かっこいいしなんか2階とかからも見えるみたいな2階上からもな上からも見えるようになってて、うん、すごい凝ってるんだよねあの部屋ね。いやすごいよ本当に火星だなって思って申し訳ないけど。<laughs> いや分かる。 ただのリハーサル室じゃないもんねそのただの部屋じゃないっていうか、うん、いやなんかちょっとした体育館だよねだってね <laughs> いや<え>分かる分かる分かるそう多分いろいろなことができるんだと思う別にダンプラとるだけじゃなくて練習するだけじゃなくて多分なんかね、うん、シアターとかにもなりそうな気するしああそうだねえー、なんかささっきさいたさん言ったけど例えばちょっとさ2階的な 今、階段登って上から見るみたいなのさ、なんかそれさ、あの、b フリーとさ、ムーブをやった時のさ、あ、あの、上から見る感じ社長とさ、じゃあ皆さんが。確かに、あの、円形のね、そう公民館みたいな館みたいなとこで、上から見てたやつ。そう,そうあ、あれの感じできるな、みたいな。<laughs> いいね。確かに。 あれ自社でできるのやばいね。そうでしょあれの再現のためのやつかな <laughs> 違うか。いやでも、いやでもさ、その、ちょっととら高いとこから見たいときだってあるじゃんそのステージのさ、うんうん、イメージで。うんうん、だからそれよくないそのフォーメーションとかもさ、前から見るよりか、ちょっと上から見た方がわかりやすかったりするじゃん。うん、そうだね。動線とかね。わかるもんね。動線とか。うん、そう。え、だからそれもできるね。いや、本当だ。いいね。えー、めっちゃいいね。超充実してるね。 そうそうそうやっぱなんか自分たちの自社ビルがあって自分たちがさ気軽に行ける練習室あるんってすっごいいいだろうねうんいやめっちゃいいよ夢夢夢あああるるるるねね成功するって本当に夢あるだから本当トレーニングの子たちもさ出てて泰生、まあ、くん、まあ、我々が馴染めるのは泰生くんだしもう全員公開されてるからで他の子も5人いたけど、うん、ねえめちゃくちゃ伸び伸びとできそうだよね そうだねいいタイミングで入られたというかねやっぱ <laughs> いや<ー>、うん、そうだとめちゃくちゃ整えられてるよね環境うんなんか親御さんもさ安心じゃないあの結局どこにいるかってわかるじゃんう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 んあ確かに借りたスタジオだったら今日この日今日はこことかさちょっとねその日によって違いそうでさ、うん、なんかなんかちょっと落ち着かないとこもあるかなって思うんだけど自社ビルがあってそこにいるって思ったらなんかしかもねセキュリティも絶対しっかりしてるじゃん いやーそうだねうんうんちょっと安心な感じするなと思ってなんかいいね<し>本当に。にめちゃくちゃいいそうだねあとさそのちょっと戻るけどさその障子のところあのアーティストルームもうあそこもさおしゃれだしすごい憩いの場みたいな大きいスクリーンもあってなんかねちょっと気軽に話したりとかもできそうであそこめっちゃいいよねそうだね一部 v i ザ a 1とかで少し見せてもらえとったとこだけど 思った以上になんかいい空間そうだったしなんかもう私もっとスタジオっぽいとこかなと思っとったんで、ねうん、最初ああいうのってうんうんわかるわかるだってソーランそうそぐらいだもんねそうそうそうソう <laughs> そう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 なんか思った以上に落ち着けるようなう子もたくさんあってね結構の人数滞在できるようななんういい空間だよねあれね、うん、そうだからさそう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  まあ練習したりとか、まあ、サウナしたりとかさサ,サウナ行ったりとかいろいろあるけど、まあ、ちょっとここにあつここにね行ったら誰かしらいてちょっと音楽的な話できてみたいな、うん、なんか超良くないいやーそうそうそうすっごい心地のいい控え室みたいなねうんああそうだねだって旬とかしゃぶしゃぶするぐらいだもんねそうあそこはやっぱさ飲食 OK なんだねああやって作るの OK なんだみたいなか <laughs> <そう> <laughs> き氷もやったけどみたいな いや、かき氷はまあさ、コンテンツ撮りだからさ、うん、まあまあって感じだけど、その、しゃぶしゃぶやってんのやばいよね。おもろ。わかる。なんかさ、あそこ、そういう鍋とかやっていいんだね。なんていうの <laughs> そう。そう、なんか、あ、あそこさ、椅子とか普通にファブリックじゃん。布じゃん。うん。ソファーが。そう。なんかさ、飲食、そんなにやたくさんやるとさ、例えば何かしら飛んだりしてシミになったりするから。うん。 なんか本当不向きな気がするんだけどいいんだみたいなまあ確かにねちょっとお茶とかドリンクぐらいだったらあれだけどねがっつり食べるみたいなさしかもしゃぶしゃぶみたいなね <laughs>、うん、そう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 お,、ね、お,おもろいねしゅんとおもろうと思っておもろいまあでも社長もまさかしゃぶしゃぶやると思ってないよね多分想定してないよね絶対ね <laughs> <laughs> そうだねそうだねしゃぶしゃぶやるテーブルでもないしねあれね絶対 <laughs> そう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  でもそだからかさっきこのまま言ったけどそっからオープンエアバスで風呂場に繋がってて、えー、めっちゃ良くない超いいねしかもさその整えそうなさベンチもあってさ結局うんあそうそうそう,そういうことだよねえ水風呂と普通の風呂があるってことだよね、うん、そういうことだよねだ風呂の種類言ってなかったと思うけど多分そういうことだよねだって2個あったもんね2個あった しかもあれうビザワンの時はよく分からんかったその、ね、下目に映ってたからだけどちょうど多分そのビルの多分外につながって,て多分外気浴ちゃんとできるとこだからうん、うん、風とかもあって絶対いいよねそのサウナの時、うん、うんうんうんだからあそこ完全に癒しの場としていくんだろうね本当にうん何から俺が BMSG のアーティストだったらサウナだけきサウナだけしとかも行きたい <laughs> あ確かに いい場所だし、自分が今気心知れた場所だからさ。なんか<う>行きやすいよね。うん、そうでもそんなサウナだけ行くみたいな人。多分ビームス人おらんけどね。きっと多分ついでとかね。その練習したりとかした。ついでに汗流すみたいなんだと思うけど、まあ、そうだよね。そうだね。しかもさ。そのフラット行った。とて、もしかしたらかき氷作っとるかもしれんから、コンテンツ撮りしてるかもしれんから。 うん、あ今日無理だみたいな時もあるだかもしれん <laughs> 確かにそうそうそう,そうだってさ日氷ガラガラやってるとこでさ「うん、ああ」とか言ってさなんかシュて水風呂入ってる「あ」みたいなできんやろ <laughs> 確かに確かに <laughs> 音入ってしまう音入ってしまうねあとはさアパートメント B のそのオリジナル楽曲を創作っていうので ソシート,さんが、ね、トラック作ってきて、まあ、みんなでさ歌入れてくみたいなやつもさなんかあれも面白かったねそうだねてかああいうさ自分たちのビルでそのままレコーディングできてって完結できる感じでまだその、うん、やったことないみたいな感じだったじゃん社長はそうだねなんかできたばっかだから実際まだやってないけどって感じだったねそうそう機材も最近やっと入ったばっかだしみたいなこと言っててってことは、まあ、今後、まあ、今の所属アーティスト取ってくんだと思って。 なんかさ、うん、ああいうちょっと小窓があってそのなんだろう機材触ってる、まあ、いわゆる制作の方とレコーディングするアーティストがこうちょっと目合わせれるような空間もあってみたいな,なんかうちらが知ってる BMSG の,のレコーディング風景って言ったらなんかすぐ浮かぶんがあのドクターさんのところのやつうん、うん、確かに作っててちょっとブースがあってなんかちょっとデアボックスみたいなブースあってそこで歌うみたいな感じだったよね。うんうん そそそうそうそうあれとねまたちょっと違う感じでもう、うん、本当にがっつりボーンのとこっていう感じだからさあそこ確かにうんすごいね、うん、だからちょっと事務所でふらっとさ作ってふらっと歌取りとかもできたりとかそのやっぱ事務所内でできるっていうのがめちゃくちゃいいよねうんそうこういうのさ1個とかもう1部屋あったりするんかねもしかしたらねあー確かに同時にできたりとかね うんそうそう増えていけばさ一つじゃ足りんかもってなる可能性ってあると思うよね、うん、確かに確かにそうだねアーティストも多分今後増えていくだろうしねうんあとはさ冒頭でこれもねあの前々回かなオーシャンもやってくれたあのオーバルさんとのコラボでこれもめっちゃ良かったねね、まあ、しかもそこにさらに、まあ、ソーシートさんとあとアリのレ麗オさんも入って なんか一緒に歌ったりもするから、うん、やっぱまた違うカラーになってて、これもう本当もろかったわ。確かにそうだね。ボーカルもそうだね。加わったもんね、お二人がね。うん。特にあの、後半のさ、声の重なり方とか、メインメロディーでソータが歌ってて、高音の、あの、ショウドさんのなんか高いところと、うん、あの、ソウルフルありのレオみたいなとことか、なんかいろんな声が合わさって、 このクライマックスに向ける感じの方がすっごい良かったねいやわかるそうだからそう何回聴いても楽しいっていうかなんか今度はここに注目して聞いてみようとかさなんかそのうん、うん、みんながいろいろ重なり合って,な合ってもマナトのフェイクもいいし、うん、そうめっちゃ良かったねあれねね当マナトの「テロテロティーは本当にテロテロだなっていうさマナトっていつもテロテロしてるなとか思うけど <laughs> それも気になりつつでもうーんとりあえずうまいみたいになったよね いやそうだねいや確かにマナトの洋服も気になりながらもうやっぱ歌声はめっちゃ良くてねえしょうまいなアパートメント B 向きだよねやっぱねそう思ったらあーわかるそうだねうんこういうのとすっごい曲自体も合うしみたいな、うん、相性いいよね相性いい、うん、しかもなんかさ今回の放送のに関してかななんか翔太さんがね なんかアパビーみたいなこと言っとってなんかそのなんか今回やばいアパビーみたいなそのアパビーって略すんだと思ってすごい好きなのそれあアパビーなんだうちアパートメントビーってすごいちゃんと言っとったけどアパビーなんだねやっぱねそうアパビーもショータさん的なアパビーな確かにでもアパビーが一番でアパビーってちょっといらないアパビーだからパビーがねうんアパビーそうや最高だったわマジでねで以上ね今回は アパビーの「シャープ #18」BMSG シャオクルームツアーについて話してたんだけど早速うん早速 <laughs> そうね本当にルームツアーも面白かったしあのねオリジナル楽曲の制作も良かったしでんて言ったってね「ショーマイナー」の「神経アバーチュー」もめっちゃ最高でめっちゃ楽しかったねねしかもさ次週はリュウちゃんがね 1>,、うん、1対1でインタビューみたいな感じだったよねそう もリュウちゃんの登場マジで久々だよねうんそうだねうインタビューっていうかあれかトークか対談とかなんだろうけど、うん、そうだねなんかどういう話するんかねねあしかもさこれもともと20ぐらいまでだっけアパートメント B ってあ二20って言われてたかもでこれ18とかだよね確かね、うんうん、あと少しなんかで、ね、もしかしたらえさ寂しいなんかあった今だね そうだね早かったねなんだかんだねうんなんかワンクール以上やるんでやった嬉しいと思ってたけどさ意外とあっていうっていうビビる分かる分かる気づいたら夏ももう終わりになってさ、ね、確かに今ね,にね言われてみればみたいなとこあるんだけどさそうだね朝はもう涼しくなってまいりました<え> <laughs> そう季節の変わり目、ね、風邪ひきやすいから皆さんもお気をつけくださいまあ、だからさ次のアパートメント・ミーの放送が楽しみだよねそうだね